その糸井がバッターボックス。狭い一、二塁間破っていきました。前進守備セカンド西岡良子、バファロー先制、糸井タイムリーヒット。藤浪が1点失います。糸井嘉弥のタイムリーヒット、バファロー先制。スライダーですかね、初球から来ましたね。西岡飛び込んでいったんですが、ボールはライト前、坂口がホームに帰ってきました。西岡も飛び込んでいったんですが、前進守備。やっぱ頼りに先手からするね、ここは。そうですね、このバッター。